こちら神様はヨシエはハローワークに行くこともない働く、なんで私がハローワーク行けるの？ねえ、うちが出られない人間だよ。デイサービスがね、車椅子で乗せてく人間を、なんで私がハローワーク行けるの？そんなこと言う自体があなた普通じゃないわよ。ね、そうでしょう。ね、私は働き者ですよ。ずっと働きづくめでしたよ。中学出て。ね、ずっとだよ。本当に。ね、なんでさ、私がハローワーク行けるん。行きたいよ。働きたいよ。え、ね、あの神っつはどこ行ったよ。あの、クソ野郎。バカタレが。どこ行ったよ、神は。神は逃げたか。あ、クソ野郎。バカタレ。なんなん。ヨシエさん、デイサービス、何、サボるよねって。サボるんじゃなくてさ、大ごとな時あるんだよ、神経が。サボるとかそういう問題じゃねえんだよ。わかる？自律神経がおかしいんだよ。わかってくれねえかな、あったくな。デイサービスは学校じゃねえんだよ。ね、学校と違うんだよ。自分の体調が悪い時は休んでもいいんだよ。ね、他にそういう人いっぱいいるよ。ね、学校じゃねえんだよ。わかる？ね、休んでもきちんと1ヶ月分取られるんだよ、お金。向こうには迷惑かけてません。ね、どうでしょう。枯れた枝のよしえ、何、言葉遣いも荒いですって。またアンチがまた増えたよ。どうなってんのと。アンチがよく来るね。アンチがよく来るわね、本当に。枯れた枝のよしえだって、あ、楽しいってね。頭が幼稚園だって、幼稚だって。頭が幼稚、じゃあ枯れたよ、枯れた枝のよしえよ、おめえよ、そんなこと言うんだらよ、1月2月3月4月を英語で言ってみろ、言ってみろ、おめえ言えるか、言ってみろ、言ってみろ、英語言えるか、言ってみろ、幼稚だったらね、言えるか、言ってみろ、言ってみろ、ね、4月のことをなんて言う、英語で言えるか。アンチが来て喜んでる、笑うって。何も言えねえくせにごまかしてな、この野郎。枯れたよしえなんて人のこと言ってよ、この野郎。4月はエイプレル、エイプレルってんだよ、この野郎。わかるか、この野郎。わかる、言ってみろ、な、英語言ってみろ、英語。英語話せるか、お前に。話せるか、頑張って、ヨシエさんって。ありがとう、ゆいちゃん。スカイちゃんが、ヨシエさん、笑うってね。エイプレルだよ、クソババアって。人が真似たの言っただけだんべ、この野郎。じゃあ全部言ってみろ。1月、2月、3月言ってみろ。英語で。言ってみろ。私が言う前に言ってみろ、天使。それだけ頭がいいんだら。言ってみろよ。言ってみろよ。クロスアップ、今、
がね、今くぐったんだろう、笑うって。スカイちゃんが、よしえさんかわいいな、笑うって、うさぎおいしか嫌なチャイムが鳴ったって、5時だね、5時かさ、5時だね、5時、5時ですって、もかちゃんが、何、猫の餌でも食ってる、食ってるわ。なんで私が猫の餌食うんだよ。てめえが食ってみて味見してから俺が食ってやるわ。枯れた枝のよしえ、わかる？枯れたよし枝のよしえがてめえが食ってからうまかったら食ってやるよ。食ってみろ、このクソジジイだかクソババだかわかんないけどよ、この野郎枯れた枝のよしえな、ならお前は何、豚の餌でも食ってろ、笑うってね。ゴミ箱を英語でお願いしますってね。ボックスだんべ違うか、ボックスだんべ違うか、この野郎。箱のことをボックスって言うんだ、バカタレ、この野郎。言ってみろよ、1月2月言ってみろ、この野郎。もっと簡単な英語を出してやべえか、あなたの名前は何て言うのっていうの英語で言ってみて。あなたの名前は何て言うのって英語で言ってみてね。What your name っつんだよ。わかるか ?What your name? わかる？あなたのお名前ね。なんて言うのって。What your name って言うんだよ。わかるかい？あ？あなたの年は何歳ですかって英語で言ってみろよ。言ってみろよ。私は英語は読んだったんだよ。悪いけどよ。数学も読んだよ。には体育だけだ。には体育だけだ。体育は綺麗だった。音楽は3だよ。社会も3だよ。わかる？ね。あんたのお名前なんて言うのって言ってみな。トニータニーじゃないけど。あなたのお年何歳って英語で言ってみな。言える？言える？おばをバカにするもんじゃないよ。ね。75でも言えるわよ。ね。わかる？数学もあんたできる？わかる？私デイサービスで。いつも100点取ってんだよ。バカじゃないわよ。ボケてないわよ。ボケてないわよ。ね。英語だよね。How are you? っつうんだよ。わかる？ How are you? わかる？おいよしえ、笑う答えだぞって。何？英語言ってよ。ね。言ってみてよ。ね。Generally, February, ね。April, June, July, August.セプテンバー、オクトーバー、ノーベンバー、ディセンバーだよ。わかるかい？サンディー、マンディー、チューズディー、ウェンズディー、サーズディー、フライディーだよ。わかるかい？英語言ってみろよ。言ってみろ、天使。あなたの年はいくつですかって英語で言ってみろ。
キララちゃんがいいねを5個ありがとうございます。キララちゃんありがとうね、うん、キララちゃんいいね5個ありがとうね、ありがとうありがとうね、うん、レロレロレロ、うん、枯れた、なんだ英語が言えねえか、レロレロレロか、うん、レロレロレロじゃ歌にもならねえな、レロレロレロじゃな歌にもならねえ、うん、歌歌ってみろ、うん、よく人の名前を、うん、あ、なに頭と、うん、頭と血狂ったかな、笑うってね、発音悪すぎのよしえの真似、レロ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 よしえさんって、そうだね、もかちゃんね、力仕事をしなきゃいかんわ、だって私が力仕事ができるようだったら、やりますよ、私重くて持てない、やかんも足が痛いんだから、足と腰が痛くちゃ力入んないよ。ね。自分もそう今なってみてください。そうすればわかるから。うん。店主さんが、まあこの人だよ。よしえ、工事現場で働けって。ね。丈夫なら働くわよ、どこでも。ね。ただ、丈夫じゃないんですよ、私。ね。やっと歩ってるんですよ。ね。うん、そうだよね、うん、工事弁現場笑うってね、こちら天使さんが、あ、この人だ、天使っつう人だ、まさしさんが笑うって天使さんだ、うん、足と何腰は悪いふりしてるだって、まだここまで言うんだ、ムカつくなこの女、たくすっげえ野郎だな、この天使っつうのは。てめえ天使か、おめえ。あ？お前が天使か？そんな天使いねえぞ。実際にこんな悪い人間に、ねえ、ねえ、こんだけ実際悪いのによ。愛想腰悪いなんて、ふりしてるなんて、そこまであんたに言える権利あるか？わかるか？うん。そんなことでケアマネージャー来るか？ケアマネージャーが来るか、てめえうち来てみろ、よとやろう、わかるか、ね、ケアマネージャーがうち来てるんだよ、ね、フリーしててケアマネージャー来るかい、どういう方してるんだってちゃんと調べてったよ、役場の人のね、福祉課の人と、わかるかい、ね、今まで選択できたからさ、ね、支援だったけど、これ、え、あ、今度は支援じゃねえよ、介護になるって言ったよ、わかるかい、フリーしてんだったらあんた来て一緒に来いよ、何がケアマネージャーグルだよ、てめえなんか死んじゃえこの野郎、何が天使だこのバカ野郎が、お前なんか天使なんつうおめえ、あれじゃねえよ、何が天使だよ、違う名前つけてこう、自国のため自国の、自国ため自国のね、声だめで、声だめっつうおめあれつけてこう。そんな天使なんつう名前つける。あんたは女じゃねえよ。男だか女だか知らねえけどよ。人をバカにすんじゃねえよ、ここまで。ケアマネージャーもグルだって。笑っちゃうよね。はん。あんたみたいなしつけを女、男だか女だか知らねえけど。いねえよあんた、誰も相手にされねえあんたはね、あんたは誰にも相手にされねえよ、わかるね、うん、何お金くれる、笑う、出たなお金くれる、貧乏人貧乏人
何が天使で、実際の口が出たな。金くれる、笑う、だって。笑っちゃうよ、あんた。金くれてめえがな、人にな、あ、こんな体で働けっつんだらな。てめえ金、あれ働いて、てめえで稼げよ。稼げよ。なんだこれ。うん、吉江が何、なんつった今、なんつった、うん、吉江、おならぶちかませ、ブーってね、うんこまんさん、吉江さん、こんな人間相手にしないで、他のリスナーさんのコメント拾ってあげてください。そりゃそうだよね、うん、ブーさん、吉江さん頑張れ、ありがとう、まさしさん、どんどんって、コウメちゃんが笑うって、マリアちゃんも笑うってね、何、お金くれるなら手伝うって、天使が出たね、あんた出たね、本性が、本性が出たね、うん、お金くれれば手伝う、本性出たね、あんた、うん、あなたこそね、あれだよ、病気のふりして働かねえって、あなたこそ本性出たじゃねえ、うん、あんたこそ働けよ、死ぬ気になって、何でもよね、うん、働けよ、私は散々働いてきたんだよね、あなたみたいにね、人にね、金くれなんて言ったこと一度もねえよ、悪いけんどよね、うん、バカじゃねえ、本性出たね、とうとう。うん。吉江のケアマネージャーだよ、だって。何？あんた嘘言うんじゃねえで。うん。私ちゃんと言われてるもん、役場の人に。うん。前のね、役場の人がね、ちゃんと言った。ケアマネージャーさんにはお金はいらないんですからね、って。もうちゃんと他から出てるんで。そういうことは一切しないでください、役場の人に言われてるんですよ。ね、あなた何ですか、何ですか、あんた。全然分かってねえね、そういう仕組みが。役場の人がね、ケアマネージャーさんに任せてね、ちゃんと言ってくれた。ケアマネージャーさんには他からお金ちゃんと出てますから、一切そういうのはしないでくださいね。役場の変わった人に言われましたよ。ね、うん、あなた何にも分かってないね。吉江いくらくれるだと。結局は金じゃね。あんたね、みそぼらしい女だね。うん、みそぼらしいね、最後がね。とうとう本性出ましたね。あなた負けよ。人間の負け。ね、うん、あなた人間の負け、負け犬ね。私がね、病気のふりをしてね、働かないって人のことを散々言ってきて、結局は、結局はね、自分が金が欲しいわけね。あんた本性を表したね、ね、うん、ね、あんたそう思うよ、本性を表したね。自分こそ一生懸命働けばいいじゃんね、そうだよね。何、みそぼらしい女だねって言うさん、そうですね、本当ですね。なんかね、金ないなら働けよ、この与太野郎って、うんこまんさん、そうだよね。女って言ってません、笑うってね、うん、ね、人を叩く、うん、暇あるから自分の金のために働けよ。そうだよね。うんこまさんの言う通りだよ。うん。天使さんが、うん、何、世の中、金や金や、よしえ。金や金やだったら、働けばいいだんべ、天使。あ、うん、金くれっつうのは、おめえ働いてねえ証拠だよな。うん。私は一生懸命働いてきたよ。中学出て。な。仲いいになってね、そうでしょ。お、今まで考えてみれば、私金に困ったことねえよ、今まで働いたもん、一生懸命働いてよ、
人に金くれなんて言ったこと一度もねえよ。悪いけど。働いてれば金は貯まるよ。そうでしょ？使い方だよ。使い方。わかる？ね。天使。お前怠け者だから金がねえんだよ。わかる？最後にとうとう白状したな。おめえの負けだ。この勝負は。この勝負はおめえの負け。うん。ね。そうでしょ？何？よしえから何？もらうから働かないと笑っちゃう。あんたにくれる？誰がくれるん？おめえみたいなバカに。バカにくれる金はねえよ。笑っちゃうよ。バカだね、この人。話になんねえ。とうとう本性を出したよ。あなたの負け。ね。私が、ね、あれだと、なんだっけ、なんだっけ、あの病気の真似して働かねえって人のことをさんざバカにしておいてね、自分がね、自分が金欲しいんじゃねえ、おめえこそ働けよ、おめえ分けんだんべね、うん、秋夫婦になりましたって、ありがとう、ありがとうね、うん、タヌキ歌ってって、うん、ありがとう、ありがとうね。じゃあここで、うん、天使を、あの天使よしえ、今度の年金いつだと。今度は人の年金狙ってるんか、バカタレ。人の年金なんか欲しがんねえよ、私は。悪いけど。ねえ、そんなバカじゃねえよ、あんた。あなたより頭は切れるよ。悪いけど。私は人のね、金なんか欲しがったことねえよ。一度も、親の金も。悪いけど、金は自分で作るもんだよ。人に金たかるやつは、虫けらより、剣虫より悪いよ。悪いけどね、そういう、いや、人間は大嫌い。私。ほんと。ね。年金いつだと。笑う、だよね。笑うよね。うん、ね。年金が欲しいって言ってきたよ、とうとう、とうとう言ったよ。笑っちゃうよね。笑っちゃう。笑う、だよね。ほんと笑う。ね。とうとう本性表したな。ね。ああ、たまげたね。おったまげた。ね。あなた、あれだよ、怠けもんだね。怠けもん。人間は一生懸命働けばね、なんとかなる。なんとかなる。うん。ほんと。うん。さんさん。だから一生懸命働いてね、預金しとくんだよ。ね。そうしたら老後は大丈夫。ね。うん、年金が少なくて、年金だけでは今は暮らせない。暮らせない。ね。だから、預金を少ししとかなきゃやっていけないよ。人間。ね。そう。あればあったで使ってたんじゃどうにもなんない。ね。そんなもんだよ、お金って。うん。必要な時は必ず来る。ね。妹じゃねえけど、うちを建てりゃそれでいいじゃない。うん。うちを建てたって、うちはずっと持つわけじゃない。畳も悪くなるし、ね。お金はかかるんだ。妹の言う通り。ね。そう。この人、最後出たね。うん。たまげた。よしえの何？通帳預かるからだって。笑っちゃう。笑っちゃう。人に働けって言っといて、自分は働かねえで、人の年金を当てにする。そんな、ヨタ野郎がいる世の中に。ずいぶん根性のね、女だか男だだかわかんねえけどよ。ね。他人のね、年金を当てにするなんて最低だよね、人間として。そう思わない？ね。ね。考えられねえ。他人の通帳預けるバカがいるかよって。そうだよね、うんこまんさんね。笑う、だよね。最低だねって。マサオさんそうだよね。
私アンチがさいろいろ来るけどさ、ここまでクズアンチの最低は見たことね。笑うだよね、うん、笑うよ、うん、よしえ財布どこ置いとんや、だってやだね、まだ金のこと言ってる、やだ、寂しい人、働かないで人の配信に来て金くれだって恥ずかしいね、恥ずかしいね。あなたそんなに金がないんだったら、あなたも配信やったら、あなたもやったらね、あなた配信やってみなさいよね。そうでしょ天使さんね、うん、財布どこへ置いたんやだと笑っちゃうね。もう、ああ、今まで来たアンチで一番バカだね、これ。悪いけど。